その話で言うとさ、なんか本当になんつうの、そのなんか、例えばさ、なんかその、なんか映像をある数式を使ってなんか音楽化しましたみたいな話とか、なんか、例えば、なんか数式で絵を描いてみましたみたいな話とかさ、なんかその、なんだろう、普通の方法じゃない、こうなんか、まあ、音楽ではないパラメーターのものを使って音楽にするとかさ、そうそう、絵ではないパラメーターのものを使って絵を描くみたいな話って結構みんなよくやってると思うんですけど、なんか、それさ、でもなんつうんだろう、その、なんかそ、なんか結局それってなんか言い方の問題で、なんかその、例えば、電線に止まってる、こうなんかその、鳥とかを楽譜に見立ててみたいなのとか、よくあると思うんですけど、まあ、別にそのオリジネーターの人とかは別に僕嫌いじゃないんですけど、なんかそれを、その、なんか何の音にアサインするかを決めてんのも君でしょって話だから、なんか、じゃあそのなんか鳥が2匹止まってたとして、この2匹が止まってる音の間の時間を、要は BPM120 ぐらいのいい感じにしてるのも君だからって話があって、なんか全然こう、なんていうの、その、なんかこういう感じの作品って、なんかどっちかっていうと、その自分のさ、なんかそのコントロールとか、なんかいわゆるその作家として求められてる、そのなんか作家性みたいなものを排して、こうなんかその、いや俺はなんかその、単にこうなんか電線に止まってるなんか鳥を音にしただけですからみたいな話をする人がいるんですけど、でも結局なんかその、この1匹目と2匹目の音の感覚を BPM120 にして2年にしていないのは君だからって話があって、なんか結局なんかそんなにこう、なんていうか、どっちかっていうとなんかそういうものこそ、なんかむしろそのなんか作ってる人のこう、なんていうか、まあ言い方悪いけど、言い方悪く言うと了見の狭さだし、なんかいい言い方すると作家性がむしろ出てると思うんですよね。